えー、お疲れ様ですじゃあ今回もね非常に少ない数のファンの方のために濃くお送りしたいと思います冒頭ちょっと広告の申し上げをしたいと思いますけども右とかね上にあるこの JCB カードの広告があるでしょうこちらの方で年間あ初年度年会費無料の一般カードゴールドカードを作るとねなんと4万円分のギフトカードがもらえるんですよ 最大って書いてないでしょ。これ、カードを作ると4万円分ですよ。ただし、年会費が2年目からかかりますんで、その辺もね、差し引いてご検討ください。まあ、年会費そんなに高くありません。多分ね、ゴールドカードで1万円ぐらいで、一般カードだと1000円とか3000円じゃないですかね。だから、4万円もらっちゃうんだったら、まあ、十分2、3年使ってもいいかなっていうところですね。はい。えー、では、最初に申し上げました。 じゃあ3人麻雀行ってみましょうか3人麻雀の方で自由対戦ランダム対局開始ということになりますさあ3人麻雀もね随分一緒に楽しんできましたけども今日はどうでしょうかねこれは想像の一色手になるパターンですかねまあマンズから切り出していきましょうピンズもそこそこ揃うと思うんではい揃いましたねまあこの辺りで様子を見ていきますえー、まずねこちらの方ーソーの統一と役割の統一が予想されるダ・リャンゾウなんですけども えー、二段目でね、白が打ち出されましたんで、多分、自敗の統一を持ってることはないのかなと思います。おそらくですけども、他の役杯が重なったんで、この役杯を話したかなってとこですけども、そうですね。まあ、大三元のことを見切ったとすると、チューンとか初の統一はないんではないかなと思います。となると、シャアですかね。 こういうふうに考えるわけですね。という面の方は、チーピンからキャラ出してーピンキューピンですから、ソーズがたっぷり溜まってる可能性があるかなというところです。ちなみに、ゾーがドラなんで、こちらの方、かなりよくまとまってる手になってきてるのかなと。想図の上の方が固まってるから、量像がポツンと浮いた形で、早く切り出したかったのかもしれません。ということで、進めていきますよ。シャー切ってみます。泣かないですね。ちょっと私が泣きましょうか。ペイって役割なのかなわかんないですね。 うん、あらジーソーポンで手が進みましたね。うん、今だ。うん、こうか。ちょっと嫌な感じになりましたね。想像を切っていかなくちゃいけなくなるかもしれないですね。これ3品を切続けて切りましょうか。はい。じゃあ、こうか。いや、もうね、想像が結局、メンツにならないままここまで来ちゃいました。このトーンうかつでったですね。はい。えっ、ー、と、急走切っとこうか。 いや、トーンか。このヤンゾー何ヤンゾーやめてよ。通り、数層切ってますね。じゃあ数層私も切りましょうか。ウーソを切ってきてますね。なんでしょうね。E1 が残ったのかな ?2 ピン切っとこう。E1 がちょっと気持ち悪いです、今。はい。まあ、テンパイ取ることはできるんですけども、3層は切れるのか。はい。なんとかなりましたね。はい。パッソとなんか。で、こちらの方が、 リャンゾを切ったのは I1、e、がこっちにあったんだね何のもちもちかえなるほどねはいこういうふうに自分の読みを添削するわけですねうんリャンピンがドラか今回はちょっと親を落としに行きたいんでドラを切る可能性も多いにあるかなと9ンからポンということですからあらお高ぜだうん これはどういうふうに作用するんでしょうね。ういやこれリャンピンを重ねていきたいよね。まあ、こういうふうにするか。うん、あこれですね。リャンピンは今のうち切っておきましょうか。まあ、白がねどうこうなるともとても思いませんけども。うん、ああなんでだろうね。初切るで迂闊ですよね。 全然下の方が見てないってことなんかなうんいや下の方のぬるさで迷惑を被ってますよ私も泣いときましょうこの形は単オに進みやすいんじゃないですかえっとここまあ涼造がねもう一回ポンと出てくればね楽なんだあこれでもいいですねあこれで楽になりました、はい、まあこれで上がらせてもらえるんじゃないですか やめてやめて迷惑だよー。いい手だな。あの切り出しでねチピン当たるとはね、うん。白を簡単にポンと切ってくれりゃいいんですけどね今までみたいに。どうでしょうかね。おいいとこ埋まったじゃん。うん、自敗がもう一個ぐらいね重なってくれればいいんですけどあこれは泣きまえつ また変なとこ泣いてますね。これ、ローキューピンのノベタンで構えておきましょうか。ローキューピンのノベタンがいいですね。これキューピンがね、こちらからこぼれてくる可能性にかけたいと思います。いいピンの方が良かったね。ああ、ちょっと上がれなかったですね、これね。痛い。カウンソ すごいですねはいやられましたまあこっからねどんな逆転劇が見れるのか期待してくださいもう今のところ当てが外れてやられっぱなしですけども全然へこんでませんよ今だえっ、ー、とペイからかな 私も泣かしてくださいあ痛いですねすごい痛いですこれは <laughs> もう愚の根も出ませんもう再起不能かもしれませんねいやいやそんなことはないねサウンチってのはね何が起こるかわからないですからえ一、ー、通を否定する形になるけどもシャアを狙いに行ってもいいかなこれで、うん、シャアぐらいちょっとねひょっと 出てもらえよ、ね、よかったよかっったたやっと分かりましたよ2六うん、うん、はいこの親を落とすと終わりです厳しいっすはい厳しいっす大変厳しいえー、どうしようどうしますか 捨て身の国使で国土無双でなんとか島つけたいなと思うんですけども,もう白がね風前の楽しみですねああちょっと狙える役じゃなかったみたいですねこれはねトントンとトン2枚ぐらい入ってくんないですかねこっからはいダメです終わりましたはい終了でございます親番も流れおしまいでございます 普通にやっときゃよかった、ね、いやーラスだ今回ばかりはもう一回国士狙ってみましょうかもうそれしかやることがないですね告示無双上がったからといってどうなるもんでもないですけどもなんとなく気持ちがいいでしょなんか狙った国士ができましたってことになったらでなんとなく絵的にも面目が立つし絵的もねあー苦しいないでもね ポン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 、ロートーパイが入ってきてるような感じじゃないですもんね。あー、Q1 か。いい射程になった。あー、<laughs> 終わりました。あー、あと1枚で転配だったんですけど、チュンがなかったってことですね。はい。乾杯でございます。今回は広告のお話をしただけにとどまりましたね。まあ、いいでしょう。ありがとうございました。